はい、こんにちは、こかめです。今回はゼブラのサラサクリップ緑系のカラーを比較していきたいと思います。なのでこの前1回動画を出したことがあるんですけど、ヴィンテージカラーのグリーンブラックの色の表現を間違えていたので再度やりたいと思います。そしてこの前は8色だったと思うんですけど、1色グリーン系の色を買い忘れていました。ライトグリーンも合わせて比較していきます。ということで、緑系の色は9色あるんですけど、その色をまず紹介します。1つ目ヴィンテージカラーのグリーンブラック、スタンダードカラービリジアン、スタンダードカラー緑、スタンダードカラーライトグリーン、シャイニーカラーのシャイニーグリーン、ネオンカラーのネオングリーン、スタンダードカラーのブルーグリーン、ミルクカラーのミルクブルーグリーン、ミルクカラーのミルクグリーン。この9色が揃っています。すごいたくさんありますよね。大人っぽいかっこいい色から淡いかわいい色まで、たくさんのグリーンがサラサクリップにはあります。では実際に描いてみました。ヴィンテージカラーのグリーンブラックからこのように、まずグリーンブラックからやっぱり大人っぽいカラーになっていて、ちょっと青っぽい感じにも見えるかなって思います。ちなみに私が持っているラミーのサファリペトロールという限定色なんですけど、これと似た色になってます。続いて2番ビリジオン、これは3番の緑とちょっと似ているんですけど、緑に黒を入れた感じの色となっています。で3番の緑はもうザ緑ですね。そして4番のライトグリーンもザ・黄緑という感じになってます。続いてシャイニーグリーン、シャイニーカラーはラメが少し見えてちょっと輝いています。ただやっぱり他の緑とは違ったグリーンとなってます。そしてネオングリーン、ネオンカラーも全体的に蛍光色となっていて、全体をパッと見た時にすごく目立つ色になってます。明るくて若さを感じるような色ですね。続いて7番ブルーグリーン、名前の通りブルーとグリーンを混ぜたような色となってます。爽やかな色ですね。そして8番はミルクブルーグリーンで、スタンダードカラーのブルーグリーンと似た色となっています。ただミルクカラーということで淡めで、ブルーグリーンに白を入れたような色となってます。同じくミルクカラーのミルクグリーン、ミルクカラーは2つありますね。ミルクグリーンの場合は緑感が強くって、やっぱりミルクカラーということで淡めな色になってます。ということで緑系はこのような色たちが揃っています。ざっと見ていきます。グリーンブラック、ビリジアン、緑、ライトグリーン、シャイニーグリーン、ネオングリーン、ブルーグリーン、ミルクブルーグリーン、
ミルクグリーンとなっています。ということで今回はゼブラのサラサクリップ緑系のカラーを紹介してみました。口で説明するのが難しかったんですけど、だいたいこんな感じの色となっているのが分かっていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では